内側から混ぜるからね。すごっ。ちょっと待って、やばいなこれ。ちょっと入れてみて。あ、やばいやばい、全部入っちゃった。もうやばい、もうやばい。え、枝なくなったんじゃない？その二つなかったことにするか。うん。ちゃんとシャキッと動かなくなっちゃった。いっちゃう。ちょっと見せるけど、ちょっとタンはさ、置いときたいからさ、写真撮りたいからさ、みんな写真撮ってる。いいよ。うまっ。もっとやばいのがいちゃったんです。写真全部送って。シリコンとかいいよね。そう、そういうのも iPhone ケースはシリコンに限るよな。かわいい、長っ。おいしい、やばい、おいしい、ずっとおいしいよこれ。でも多分カルビ食べた。やばい、おいしい、この感じ。やばい、美味しい。なまらうまいやつ。うん。なまらうまい。うわぁ！これもう管理してる？なんか。いや。うん。やば、入るかな。あ、これ、うん、こんな感じ。え、ここに、うん、いや、入るでしょ。うわー、ぴったり。お願いします。早送りしな、このシーン。足りないかな。何を揚げ。足りないって。だってちょっともうこれしかない。実家の借りな。泣きの音。うわ、全然入んなかった。うわ、重っ。マジか。出た。次、最大火力でいこう。いや、入らなそうじゃない。マジか。いや、入るよ。はい、はい、もういい、もういい。ジブリみたい。もういい。ちょっと
ことあるの。ひやば。誰撮ってんの。早く閉めて。無理。絶対に無理。いいね、こう遠近法みたいなのいいね。うわ、フライパン避ければよかった。くっさ。ちょっと入れて。ん？ちょ、それちょっとつけて。これ大炎上だよ。うわあ！どうだ？見える？で、これ串入れないでしょ？いや、そのまま入れちゃってどんなのか。おお、いいね。え、沈める？うん。全部沈める。持つとこないじゃん。いや、斜めにして。足りない？そこ焼けないじゃん。じゃもうちょい斜めにして串まで入れちゃって。やばくない？どうだ？厚すぎ？厚すぎじゃない？ちょっと入れてみて。沈めるってこと？うん。すぐ切るじゃん。ちょっと待って、やばいなこれ。ちょっと入れてみて。あ、やばいやばい。全部入っちゃった。もうやばいもうやばいもうやばいもうもう。あ！え、枝なくなったんじゃない？やばいな。やばい。マジ熱い。火事だ。待ってよ。あったあった。蓋した方が良かったんだやっぱり。違うよ。こっちでしてこれだよこれ。大丈夫か。少し冷ますか。外って置いといて。外でやるか。え、でもこんな焦げる。火が強いんだよ。だって何度とか書いてるよ。だって何度とか書いてあるよ、うん、ほらって3分とかやんだよ。うん、なんそんな焦げちゃうの。170度だって。今何度触ってみ。170度で3分半。だって3分も入れるっておかしいでしょ。蓋ってなかったことにするか。うん。熱いよ。あ、いいね。わりかし。ほんとうまい。
見ててね。
だもん。うん、まず、マヨネーズストップって言って飲もうか。自分でやるしたらもう、うん、ケチャップ。ケチャップあんま好きじゃないから、これくらいでいいよ。だほうがうわあ。そして今度ピクルス。飲む。ええー。じゃあ絶対大丈夫だ。全部？いや全部じゃ、もう一杯ぐらい。はい、オッケー。あ、なんか真っ黒に匂いするわ。うん、もうこれだけはまだ。おい、はい、これ残りはスタッフ。はい、この小さいトマト、スタッフが美味しくいただきます。でさ、端っこのとこだったんだけどさ、いや、シャキシャキがいいです。端っこじゃーん、あったとか見えますけど火通らそう。家でやんなきゃいけないっしょ。しかもな、いい、大丈夫。それぐらい、うん、なーじゃーん。あはははやばい。すべてが終わるとこだった。色ないからさ、かかってるかわからん。ちょっと待って、出てるこれ。放送事故。早く。あ、美味しそう。塩コショウ。粗いね。うん。ぴったりじゃない？一枚失敗は許されない。これいいや。あ、お父さんのレタス。オッケー。うわー、あ、すごい。うん、次ですけど。
てんだけど。って感じ、うん、キャベツ多めで美味しいと思う、ちょっと多いかも、ちょっと多いかもね、このしなしながいいんです。あのさ、あれもらっていい？フライパンじゃなくて、まな板、まな板、まな板、ふざけてるしょ、このフライパン。ベロベロって、ちょっとやって、いや、なんでジュワーとか言わないんですか。いや、ちょうど良さそうじゃない、これね、うん、なんかミシミシ言ってる、ピクピクピクピ、一回さ撮ってんの、うん、この、この、このへばりついたのもこのままいっちゃう、あれ、ちっちゃい、もちろん、いや、大事くんない、あ、すごい、でも焦げ散らかしてないね、うん、これで食べるわ、これをスプーンにして、こう、あ、これ、いや、焦げてるこれ、ほら、自分の領域だけ当たってる、うん、そうね、うまい、うまっ、ダメだな、鼻出てる、ちゃんと、うん、ついてない。